では続きまして、小児憲法を演舞に入ります。本日は6人で行います団体演舞と2人で行います組演舞を披露させていただきます。演技をしていただくのは準剣士初段中島理央剣士、小剣士2段小山勝弘剣士、そして福井レオン剣士、福井学徒剣士、田中裕太剣士、田岡隆成剣士、伊堀和樹剣士です。自分の身体と心を養いながら他人と共に助け合い、幸福に生きることを説く教えと自身の成長を実感し、パートナーと共に上達を楽しむ技法、そしてその教えと技法を有利させる相乗的なスパイラルとして機能させる教育システムが一体となっています。人間は生まれながらにどのようにも成長していける可能性を秘めています。少林寺拳法はその可能性を信じて自分を高められる人、周囲の人々と協力して物心両面にわたって豊かな社会を築くために行動できる人を育てています。少林寺拳法は五法、十法、正法の三法、25形より成り立っています。突き、蹴り、主体の五法も、抜き、逆、固めなどが主体の十法も、その技法は守りと反撃からなる護身の技術です。五法と十法は互いの特徴を生かし合い、巧みに組み合わせることによって効果を倍増させることができます。よって体格の大きさや力強さに頼らずとも相手を制することができるよう合理的に構成されています。少林寺拳法の技法は他人を傷つけるものではなく、自分や他人を守り生かすためのものなのです。よろしくどうぞお願いいたします。レイ倒れ、レイ Vale,